せっかくだからさせていただきます。で、今のシッダルタの話は実話です。約2500年前に、インドで起こった話ですね。でインドっていうのは、まあ、日本があって中国があって、さらに、西の方の下の方にインドというのがありまして、現在人口が13億人おりましてね、これどんどん増え続けております。で当時がね 何億人ぐらいいたかというのはちょっと定かではありませんけども、2500年前なので非常に多くの人がね命を簡単に落とすような時代でした。一説には、生まれた子供の3人に2人は成人することができなかったと言われています。それはね、衛生上の問題や、食べ物の問題、そして、栄養の問題、いろんな問題があって、子供が大きく大人になるというのは難しかった時代です。日本でもね同じようなことを言われてますね。この、7歳までは神のうちという言葉があります。これは7歳になるまでは本当にちょっとした流行り病や、ね、風邪をこじらしたり怪我をしたりして、小さい子供が抵抗力が少ない小さい子供が亡くなってしまう。だからそれまでは、まだ人間と神様の間の存在なんだ。7歳を過ぎて初めて、人間として、定着できる。それまでは人間よりもむしろ神様に近い存在なんだ、いつでも神のもとに、ね、帰ってしまう存在なんだということを7歳までは神のうちと言います。だから七五三という、ね、お勤めが、お祝いがありますけども、あれはそれぞれ3歳、5歳、7歳までよくここまで、ね、命がつながれた、よくここまで育ってくれたという、そういうお祝いをする行事なんです。ですのでね、インドのあの頃に、大切な大切な王子様に対して王様や王妃様が、汚いものや嫌なものを全然見せずに育ててしまった、はい、それがさっきのシッダルタの話なんですね。で今の命というものはなかなか7歳以上に育つことが難しいけれども、育った以上はこれが先ほど申し上げた命のつながりができますので、このご縁をぜひとも大切にしていただきたいと思います。ここの説明はね、先ほど申しましたご先祖様のご縁、それから食べ物として、口に入ってもらった動物や魚のご縁、そして人間のやってる働きを助けてくれるロボットや機械のご縁も含めて、全てが私どもの命をつないでくださるご縁として、まあ、感謝をするということでございます。で話ちょっと元に戻します。で何も知らない王子様だったシッダルタは、まあ、ある日突然ですね、避けられない苦しみというものを知るんです。何かというと、人は病気になる、人は老いて年寄りになる、そして人は最後に、死ぬことがある。こういうことさえも知らなかったシッダルタはびっくりするわけですよね。それは自分が受け止める苦しみでもあり、そして、他人の他の人が受けている苦しみでもあったわけです。その苦しみを何とかしたい、何とかその苦しみを幸せに変えることはできないかと、そう思って、この中にもありました通り、シッダルタは家出をするわけですね。王様で、いずれ王様になれる身分を捨てて、人が幸せになる方法というものを探すために24歳でお城を出てしまいます。その後6年間修行されまして、30歳の年に菩提樹の下でお悟りを開いて、あ、どうして人間って苦しむんだ、どうしたら人は楽になれるんだという方法を悟って、それを教えとして80歳まで人々に伝え続けた。それが仏教の開祖であるお釈迦様がなされたことでございます。だからお寺というのはね、そのお釈迦様の教えを皆さんに伝えること、それをモットーとしているわけでございます。お釈迦様、ね、シッダルタにしてみたら、全く未知のことをチャレンジするという意味で、あるものを全部捨てて自分を何かを高めようと思ってかけたわけでございます。ですので、人の人生というのはね、同
同じように、先を恐れてては何も変わらない。何か新しいことを見つけよう、何か新しいことを始めようとするのであれば、すべてがもうチャレンジをするということなんです。特にね、今お子様たちがおられますので、これからね、生きていく上でいろいろ楽しいこともあれば、辛いこともあると思います。でも辛いことがあった場合は、ぜひですね、無理をせずに人に頼ることも、それも一つの人生ですし、どうしても人に頼っても耐えられないことができましたら、その時は、まあ、お寺に来ていただいて仏様にお参りをしてください。仏様はどんな、ね、悩みであっても皆さんの身に寄り添って悩みを聞いてくださり、助けてくださいますので、お寺の価値というのはね、お寺というものは皆さんが心に迷ったとき、ね、チャレンジしたときに挫折したとき、そういうときにもぜひ訪れて、まあ、仏様はね、ものは申しませんけど、私どもね、お坊さんがいますので、ぜひね、いろんな悩みをご相談していただければ、よいではないかと思います。まあ、最後に、仏様はこうおっしゃいました。仏だけどほっとかほっとけます。皆さんを救うためにこの世に現れたのがお釈迦様であり、阿弥陀様であり、たくさんの仏様でありますので、それを信じて、いついつまでもお寺にお参りいただければありがたいと思い伝えてございます。まあ、そんなような話が今のプレチョーマッピングの講演の中身でございますけども、今日は先ほどここに来たロボットであるナオが、ね、皆さんとぜひ遊びたいと言っておりますので、この後ね、ロボットと遊ぼうというコーナーを設置しております。ぜひですね、ロボットと一緒に遊んで、ロボットもやっぱり生きてるんだということを皆さん自身が実感していただき、これから、ね、いろんな文化と文明が発展していく世の中になった時に、生き物、そして人間が作ったもの全てに慈しみを持った心で接していただけるような人間に育っていただきたい、そのように思いしたいでございます。それではこれからロボットのナオ君に登場いただきますので、少々お待ちくださいませ。